後ろの方。パチンコの何？パチンコの合法化。バーと。まあ、昔からやってるね。まあこれはね、私も警察おったんだけどね、出ると、まあ、いわゆるパチンコもね、ある意味ではやっぱし博打なんですよね。ある意味では博打なんだけれども、それを警察が一応ね、まあ、商品交換というような形の中で、まあ、ごまかしてね、これを見逃してるんですよ、かって言ってね、ごまかして。非常に不自然な状態が続いてますよね。これを、そんな景品の中のライターだなんだ、こんなことでね、驚かしいことしてさ、暴力団の信玄なんかにね、自分なって言うみたいな、まだらっぽいことをしないでね、同じようなこと彼に変わってるのはね、誰の目から見たって。それなら、すぐ監禁できるようにしたらいいんじゃないかというね、その人論をもか足からあるんだけども、なかなか警察もよく踏み切られるんだね。と言ってパチンコ屋を潰すという勇気もない。ね、そういう状況だと思うんだよ。私はやっぱこれもある時期ね、今パチンコというのは大衆娯楽ですよね。大衆娯楽なんだから、それをある意味ではそのもうちょっと、ね、なんかどっかで後ろ見たいみたいな話じゃなくてね、オープン化して、ある意味透明化して全てをね、行くというようなことは私はやったらいいんじゃないかと思うな。だけど やらないな、なかなかね。はい、いいですか。はい、どうぞ。フリーランスの佐々木に戻っていきます。カメラジー以前、ゆうちょの資金運用の先としてアメリカの国債に投資するっていう選択肢があるということをおっしゃったことがあると思うんですけれども、最近雑誌なんかでそのアメリカとのですね、関係があまり良くないので、まあ、そういう意味でもそのゆうちょの資金をですね、アメリカの国債に投資するっていう話し合いがあったんじゃないか、これは私が書いたんじゃないんですけども、まあ、そういうのもちょっと出てきてるんですが、それで質問なんですが、ゆうちょのお金をですね、政府の外交政策的な意味合いを反映させて運営するということが将来的も含めてそういうことはあり得るんでしょうか。それはない。別にね、私がね、今ゆうちょの金をそういう 外交手段としてね、使ってるというような妙なありません。これはあります。 ただ私は前からね、去年、5月にね、ファーザーズに行った時もちょうど私はセイモアとね話をしてる調整の最中に、中川という次期大臣、次期財務大臣がね、新政権ができたら米国債を買わないみたいなことを言ったためにね、ニューヨーク市場がねガコッとねしちゃったんです。それをメモが僕は公式から入ってからね、セイモアは心配ありませんとね、まあ彼は財務大臣にもならないし、ね、新政権というのはね、オバマ政権をねきちんと助けますよと、ね、だから米国債についてもね、これはね、アメリカを助けるという意味でもね、買う必要があるなら買いますよということを私は言ったら、セイモアもね、なんかごっとしてなくはしょったけどね、私はアメリカが困ってて、困ってて出るから借金しろわけでしょ。日本だってそうです。国債をね、好きで出してるわけじゃないでしょ。これはアメリカだって好きで発行してるわけじゃないからね、金を借りないとやっていけないから日本や中国から金借りてるわけでしょ。それをやはり日本がやっぱり買ってやって助けてやるということを私はすればいいと思うんですよ。僕は財務省の特別会議みたいなところじゃなくて、郵政のお金もその中に入る、それは民間でも買えるからね、これ米国債なんていうのに買えるわけだから、それは一見に買ってるでしょ。郵政は米国債買ってますよね、最近も。
だからそれはそれでいいんじゃないですか。あ、何もこの政略的に買うということじゃなくてね、あの悠長に金の多角的な運用という意味で日本の国債だけじゃなくてね、アメリカの国債も買うということがあって、これは別に、ね、悪いわけではないと。次の方、じゃあ最後の一言です。週刊ダイヤモンドの鈴木と申します。よろしくお願いします。はい、先ほどあの亀井大臣があの民間からもあのゆうちょ銀行でこう協調してやっていきたいという声が上がっているというふうにおっしゃられていたんですが、それはやっぱり信用銀行とか信用組合の方から上がってきているんでしょうか。うん、私の上は大日銀行がね、から言ってましたね。もちろん地方もね。だから、私は今後いろんなことがあるし、またね、いいことだと思いますよ。やり方をどうするかというね、非常に難しいです、これ実際はね。何かあったり、もうちょっとなんかあれが始まるの、月齢経済。もうちょっと大丈夫。